コロナ禍で20年後30年後の日本考えてるやつどこにいるんだみたいなことをバシッとやるわけ。会話中ですか。そう、政治家の皆さんいらっしゃるんですか。そうなんです、そうなんです。すごいですね。むちゃくちゃかっこよかったですね。維新のその長野さんって、なんかよりどちらのこう支持層を削りそうかっていうとかっていう想定はあるんですか。あの長野さんの場合は、さあ始まりました選挙 .com チャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日もスペシャルゲストにお越しいただいております自由民主党鈴木隼人衆議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの同じ鈴木なので隼人さんと呼ばせていただいてもよろしいですか。もちろんです。ありがとうございます、はい、ちなみに隼人さん、私先ほどプロフィール拝見してたらですね、本日誕生日。あ、そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。プロフィール。すみません。そこまで。いやいやいや、ありがとうございます。びっくりしました。たまたま、いいんですかこの誕生日にこの番組。もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。本当に。本日は。記念すべき撮影的な。いや、嬉しいですね。はい。本日はですね、本日から3日間にわたって、鈴木隼人さんと番組をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、簡単になんですけれども、隼人さんのプロフィールご紹介をさせていただきます。はい、1977年46歳、若いですね。もともとは経産省のご出身でいらっしゃるということで、はい、そうですね。はい、実は私も官僚の友達何人かいるんですけども、ハヤトさん大変評判がいい、よろしいですよね、官僚の皆さんからも。私 の、 あの知る限りですけども、非常にやっぱりお仕事をしっかりしてくださる議員さんということで、なかなか官僚の方々がそうおっしゃる政治家は実は少ないかもしれないんですけども、お答えづらいですね。いやいや、まあ、やっぱりね、仲間意識がもしかしたらね、はい、持っていただけるのかもしれないですよね。なるほど。ちなみに、まあ、もともとその、経産省お勤めでいらっしゃって、はい、そこからどうして政治家になろうと思ったんですか。私の場合、もともと、政治家になりたいというところから官僚になった、ね。ああ、そうなんですか。もうじゃあそこから、もう ずっと前から考えてらっしゃったんですか。私が初めて、その、本格的に政治を志すようになったのは、大学院生の時で、当時、バイトをしてたのが、渡辺義美先生、はいはいはい、道夫先生のご長男で、行革大臣とかもやってましたけれども、その、義美先生のご長男の家庭教師をしてたんですよ。あ、そうなんですか。それで、まあ、その流れで事務所のお手伝い、というか、まあ、カバン持ちみたいなことを申し上げていただいて、その時に見た、渡辺先生の姿が、めちゃくちゃかっこよくて、この人みたいになりたいなと思ったところから、自分も政治家になろうって。ああ、そうなんですか。そうね。どこがかっこよかったんですか。僕はカバン持ちなんでいろんなところにこうついていくんですけど、はいはいはい、例えば自民党の中の部会って政策を決める会議があるじゃないですか、はい、これにこう同席をさせていただいた時とかに、その部会に出席してるのは政治家の人たちだったり官僚の人たちだったりするわけですよね、その人たちに対して当時渡辺先生まだ当選回数的には若手に、属する期数だったと思いますけど、その渡辺先生がバッとこう手を挙げて、でこの中で20年後30年後の日本考えてるやつどこにいるんだみたいなことをバシッとやるわけです。向かい中ですか。政治家の皆さんいらっしゃるんですか。そうなんです、そうなんです。すごいですね。むちゃくちゃかっこよかったですね、でそれで、いや実はその後に、役所に入った後、渡辺先生が行革大臣になった時に、補佐官として呼んでいただいたんですよ、大臣補佐官として。でべったり大臣にくっついて政策的なサポートをさせていただいてたんですけど、まあ、その時とかももう公務員制度改革基本法を通した時だったので、むちゃくちゃ抵抗が強かったんですけど、もうその抵抗をもろともせずブルドーザーのようにぐわーっと、もう全閣僚反対する中、一人一人こう個別撃破していって官房長官すらもなぎ倒して、すごいですね、法律を成立させるっていう、もう本当にすごい人なんです、あの人は。だあの人の近くにいたことがやっぱ自分の人生を、今の人生を、まあ、形作ったし人生を変えてくれた人、
ね、そうなんですね、うん、え、あのその後最終的には、公募ですか、その、政治家になったのは支部長になられた時は、公募でもない、うーん、私あのなんて言うんでしょう、公募という公募を今まで、はい、あの受けたことがなくて、あの最初比例単独で入りましたし、2期目以降あの東京10区というところで支部長させていただいてるんですけど、はい、どちらもあの必ずしも公募っていう感じでもなくて、そうですか、なんかあの人間関係の中から、まあ、お前だなみたいな感じでならせてもらって、はい、ありがとうございます、はい、それでは早速ちょっとテーマに移りたいと思います、はい、こちらの玉あの引いていただいてもよろしいですか、はい、はい、何番でしょう、8番、8番、自衛隊について一言ということで、ちょっと軽め の、はい、あのテーマですけれども、自衛隊についてお一言いただきたいと思います、はい、まずこちらのテーマですけれども、はい、あ、そうですね、最近ちょっと話題になってますけれども、はい、東京都の江東区長選で当選された、木村江東区長が、まあ、ちょっとその YouTube の有料広告を、選挙期間中に流してしまったということで、まあ、問題になってますけども、こちらはいかがですか、うん、結構やっぱ政治家やってると公選法って政治家にとってもやっぱ難しいですかね、まああの基本的なやってはいけないことっていうのは、あのあみんな頭に入れてやっているので、はい、あの自分だったり自分のその身近な、まあ、秘書さんであってそういうスタッフの方に関しては、うん、そこはおそらく間違えることっていうのは起こりえないと思うんですけど、はい、ただまあ今回あの木村区長がそのおっしゃられているように、はい、まあ、自分のその手の届く範囲の外というか、うん、であの誰かがで善意でやってくださったようなことについてまで、うん、選挙中にこうあのバタバタしている中でどこまで気づけるかっていうのは、うん、あの課題になってくるのかもしれないですね。なるほど、まあ、そういう意味だと本当例えば、まあ、区長選もそうだと思うんですけど衆院選も本当に100人とかっていう陣営の方々たくさんいらっしゃる中で、まあ、全てのその方々の動きをこう候補者本人が見てるっていうのは結構やっぱり難しい。そうですね、ですね。だからやっぱりその事前に、こういうことはやってはいけないことなんですということをきちんと説明して皆さんに分かっていただいた上で、それでまあみんながそのある程度法律面の知識も共有しながら選挙戦を進めていくっていうことがやっぱり大事ですよね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いての問題ですけれども、はい、こちらもちょっと時事ネタで最近、ニュースになってますけれども、うん、自民党の秋元議員が、日本風力開発側から計3000万ほど受け取ったと、で、まあ、関係省庁が事業者を公募している期間中に、資金提供されたという、まあ、まだ報道で、まあ、出ているので、まあ、本当にそのどういう状況だったのかっていうのは確定はしてないんですけども、はい、こういうことについて、まあ、なかなかちょっとコメントしづらいかもしれないですけども、ご意見お願いします、はい、コメントしづらいですね今、まあ捜査機関において、捜査が行われている最中ということですので、はい、まあ、そういう意味ではその疑惑があると言われているご本人が、あの本当にその何か法に触れるようなことをしたのかどうかということも含めてまだ定かじゃない中で、まあ、私のような第三者がその何か評価するようなことを申し上げるべきじゃないと思いますので、はい、まあ、あのしっかりと説明責任を果たしていただくことを、はい、あのまあ、自民党の一メンバーとして期待をしております。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、では続いてのテーマまたこちらから聞いていただいてもよろしいですか。はい、はい、5番、5番、野党乱立に思うこと
ということで、はい、まあこれあのハヤトさんのまさにその選挙区でも、そうですけども今東京10区の、立候補予定者がですね、はい、まあ、すでに、顔ぶれ何名か出ていらっしゃいまして、うん、ハヤトさん、そして鈴木康介さん、これは立憲民主党の議員さんですけれども、そして長野さん、維新から長野さん、そして、参政党の安田さんということで、うん、まあ、もしかしたらまだもうちょっと増えることもあるかもしれない、うん、ということで、これ率直にやっぱ野党乱立してくれた方が嬉しいですか、ハヤトさん。どうですか。これ実際、なんていうんですかね、ええ、一般論として、はい、乱立すると票が割れるみたいなことは言われるじゃないですか。そうですね。はい、ただまあその、出てくる政党とか候補者によっては当然その自民党支持層の方、うん、から支持を受けるいただく可能性のある方っていうのは、はい、いると思うので、ええ、まあ、必ずしも一概にその乱立、野党の乱立が自民党を利するかっていうと、もうそれはその状況次第なのかなというような感じがしてますね。うん、これ、まあ結構ですね、このテーマは割と多くの、政治家の方にお話しいただくことが多くて、うん、やっぱり最近だと特にその日本維新の会がかなり勢いがあるということで、うん、はい、じゃあ日本維新の会が候補者を衆院選で立てたときに、うん、やっぱりどちらに、まあ、自民党と例えば立憲の候補者とどちらの票を削るのかって結構やっぱ選挙区によって違うんじゃないかという、うん、やっぱ答えされる方結構多いんですね。そう思いますね。で、そうなったときに例えば東京10区、うん、まあ今回新選挙区になって豊島と、文教ですよね、だと思うんですけども、はい、の場合だと、例えば維新 の, その長野さんって、うん、なんかよりどちらのこう支持層を削りそうかっていう、うん、とかっていう想定はあるんですか。長野さんの場合は、豊島区議会議員として、まあ、長く豊島区内で活動をされてた方なので、はい、区内での知名度は非常に高い方なんですよ、はいはい、まあ、そういう意味ではその、まあ、何でしょう、例えば、自民党と立憲民主党 の,、はい、2つの政党を比べて、どちらの票を取りやすいでしょうねって考えた時に、当然どちらの票もかなり長野さんが取っていく可能性っていうのはあるんじゃないかなという気がしますね。逆にこう賛成党はどうですか。その賛成党の候補でいうと、賛成党はそのなんでしょうね、やっぱり主張されている政策の中身、その方向性みたいなものから考えると、はい、まあ、当然やっぱり自民党の票も、うん、相当まあ、取っていかれる可能性はあるのかなという気はしていますね。なるほど、まあ、そういう意味ではまあちょっとまだ今後も目が離せないですね。どういう候補者が出てくるかっていうのは、はい、ありがとうございます。ということで本日はここまでとなります。皆さんぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方お寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ハヤトさんはその政治家の海外視察ってやっぱりちゃんとやるべきだと思いますか。あ、メディアだとよくこう面倒見あんまり良くないとかって言われるじゃないですか。あ、そんなことないですか。何をもってそんな噂が出てきちゃうのか、ちょっと全然よくわかんないっていうぐらいの面倒見そうなんですね。ここでお知らせです。選挙 .com ではネット選挙解禁10周年を記念して8月にネット選挙フォーラム2023を開催します。10年を振り返り次を予測するをテーマに、国会議員やネット上の選挙政治活動を研究する学識有識者、選挙関連ビジネス企業、選挙プランナーなどの著名人をお招きし、さまざまな角度からネット選挙の道のりと現在地、そしてこれからの展望や乗り越えるべき課題について議論します。選挙の現場を熟知する現職議員や選挙研究のトップランナーが語る、ここでしか聞けないトークが満載。
参加費は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。松田さんにも登壇していただきますのでよろしくお願いいたします。そうなんですよね、もう10年かと思ってね、はい、2013年とかね、はい、もう昨日のことのように思い出しますけど、10年経ってね、はい、いろいろ変わりましたよ本当に。いやだからね、いい振り返りだと思いますよ。やっぱこれだけ、はい、この10年の間でね、ネット選挙を参考にする人の割合ってもずっと増えてますしね、はい、そうですね。いやこれでも無料でいいんですね、これだから申し込めるのかな、はい、無料で、はい、どなたでも来ていただけますし、はい、ただし申し込みがいるって、これは概要欄、はい、概要欄に、はい、概要欄に書いております。またぜひぜひオンライン参加も受け付けておりますので、ぜひ、ね、どしどしご気軽に。全部で9つのテーマ、はい、セッションでやってまして、はい、はい、私も多分1日会場にいると思いますので、はい、見かけたらぜひ声をかけてください。はい、はい。